どうもこんにちは、AK ヒットと申します。小説紹介を始めていきたいと思います。今回紹介する作品は、アンダーグラウンドマーケットです。アンダーグラウンドマーケットの著者は藤井太陽さん、朝日新聞出版から出版されています。文庫版も出ています。この小説はもともと個別に短編として発表されました。同じ舞台と同じキャラクターたちの2つの物語が合わさった形で、文庫本として構成されています。 1> 第1話、第2話と捉えても良いです。第1話の前編が2013年に発表され、第2話の後編が2014年3月に発表されました。この赤字の部分がポイントです。第2話の発表と同じ2014年の3月に、あのマウントゴックス事件が日本で起こりました。当時、マウントゴックスは世界最大のビットコイン取引所でした。なんと450億円もの流出事故が起こり、業界を震撼させたのです。 その影響は今現在でも残っていて、裁判の行方の情報が報道されるたびに、未だにビットコインの価格に変動をもたらすほどです。2018年の1月に起きたコインチェック事件も記憶に新しいですね。ハッキングによる被害総額は580億円相当と言われています。2017年後半が仮想通貨が大いに盛り上がった時期で、2018年は全体を通して大暴落していった時期となりました。 2019年に入ってもまだ最安値を狙おうかという値動きをしています。いい加減そろそろ下落が終わってほしいところです。仮想通貨はまだまだ黎明期にあたり、法律やシステムその他あらゆることがまだまだ未整備な分野です。そのせいでちょっとしたニュースで価格が大変動するので、落ち着かなくて困っている投資家の方がそれなりの数おられます。株や債券、為替のように価格がそれなりの値動きをしつつも、 安定していることが投資をする上で重要です。安定性がなければただの博打になってしまうからです。実際に何かを購入するにも躊躇してしまいます。自分の持っているお金の価値が数時間前の半分になっているかもしれないなんて考えられないでしょう。そんなお金は誰も使いたがらないはずです。そんな不安を持っている方たちにも仮想通貨業界に参入してもらうために価格がほとんど変動しない安定した仮想通貨が去年は少しずつ作られてきました。 ペック通貨と呼ばれる仮想通貨たちです。ステーブルコインとも呼ばれます。代表的なのがテザーです。USDT と表記します。USDT はアメリカのドルと連動していて、USDT の価格は法定通貨のドル、USD とほぼ同じになるように価格が動きます。つまり他の仮想通貨と比較すれば、値動きの幅が圧倒的に小さいのです。USD を仮想通貨化したものが USDT ということです。 日本の円と連動しているペッグ通貨は各銀行などで構想は上がってきていますが、USDT のように実際の取引所で扱われて機能しているものはまだありません。この小説では円のペッグ通貨、N 円を題材とした世界が舞台です。時代設定は2018年。我々の現実ではもう過ぎていますね。著者が小説を書いた5年後にあたる時期ですが、その頃にはドルだけでなく円でもペッグ通貨が 存在して、流通して、社会で機能しているというビジョンが著者の頭の中にはあったのでしょう。すごい先見性です。現実の方がまだ遅れているのです。2013年や2014年には、まだペグ通貨という言葉すらなかったのに、もうその概念を理解して予見していたのです。小説の中でもまだ表の日本経済で健全に使われているわけではなく、移民を中心とした日本の法律であまり守られていない人たちが形成するコミュニティで、 裏経済を円滑に回すために非常に役立っている状況です。裏経済というと悪く聞こえますが、悪事を働いているわけではありません。格差が拡大し、正社員という身分は珍しくなった時代では、貧困層はまともに税金を払っていたら、明日を待たずして破綻してしまいます。だから仮想通貨 N 円で支払いすることによって、税金を払わないで済む方法を選択しています。 裏経済の中で生きる人々は現金をほとんど持っておらず、店側も現金払いは嫌がります。お釣りが出せないし、売り上げが表の帳簿に計上されてしまうからです。こういうキャッシュレス社会はどんどん現実でも進行していますね。あらすじ。主人公小谷匠は裏経済で生きていくために、仲間たちとともに自分たちの新ビジネスを立ち上げます。まだ NN 決済できない店を探して、決済できるように会計システムを提供し、 裏帳簿ともつなげられるようにカスタマイズする仕事です。厳密に言えば脱税に加担しているわけですが、この小説内ではどこの店もそういうシステムを導入して生き延びているのです。匠は学校を卒業したばかりで生活の基盤がないので小さな依頼からコツコツと信頼を獲得して社会的なランク、信用グレードを上げていこうと考えています。契約も成立し、システムも完成した後、 クライアントの口座に入金されるはずの顧客からの支払い金がいつまで経っても入金されないというトラブルが発生します。一体何が原因なのか。デザインセンスは壊滅的だが、凄腕のプログラマーの恵みとともに原因究明に乗り出します。SF という体裁はとっていますが、仮想通貨が近い将来に普及することはほぼ確実だと思われます。一般流通したその時に、現在のビットコインがそのまま業界シェアナンバーワンのままかどうかは不明ですが、 来るべき仮想通貨主流時代、法定通貨はサブ的な使われ方として残るのでしょうかその時に備えてどういう世界が近く訪れようとしているのか、事前に知っておく意味も含めて今読んでおくべき小説かもしれません。アンダーグラウンドマーケット、ぜひ読んでみてください。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。ブログも書いてます。ブログ名は紙の本も読みなよです。 この YouTube チャンネルと同じ名前です。ブログの方も参考にしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。